ぐれも安全にね。俺はここで待って。俺にこうやつたちをなめんな。位置についたよ。クムの特製料理だよ。敵はどこ。怖がらせること。来た、このおバカ。うちの子たちをいじめないで。そこを質問させてもらうのだ。顔をもうちょっとこっちに持ってきて。ありがとう。一度しか警告しないのだ。わかりました。前線にウィットドライ療養アンビエントカラーアダプトグロスティーク。私ならたくさんの敵を引きつけられる。一度しか警告しないのだ。大将、俺たちは大変なことをやってのけたんじゃないですか。出発か。手加減はしませんよ。行け。どうかな。準備開始。悪い人たちの隙にはさせない。大スターだって予約を取るんだよ。君たち運が良かったね。準備、そこは通さないよ。敵を怖がらせることできるかな。準備はこのおバカ。うちの子たちをいじめないで。こんなところで足をひねらないようにしないと。このまま爆弾の中心でサイズプレー。皆さんの援護は任せてください。どう、暴力じゃ何も解決できないけど、お前を料理するには十分だぜ。準備完了。了解。
くらえ。引き裂け。しっかりしろ。いざもっとやれ。これが戦場というものね。おいしいもの食べよ。敵を怖がらせることできるかな。警戒は怠らない。追跡開始。暴力じゃ何も解決できないけど、お前を料理するには十分だね。鍵のようにここでしっかり支えます。普段通り鍵を打てば大丈夫。みんな、行くわよ。モジュール展開っと。やっちゃおっか。準備完了。みんなお腹すいた。言う通りにしますね。承知した。おいしいもの食べよ。破壊する。顔をもうちょっとこっちに乗せて。ありがとう。力加減には気をつけるよ。ぬるぬる。
敗北しないのだ。開始。はい、ストップ。くらえ。フリーズなのだ。進め。そうか。突撃。クムがみんなを守る。クムの特製料理だよ。元気そうで。敵を怖がらせること。痛くないのだ。ちょっとビリビリするだけなのだ。出発だ。時間は待ってくれないぞ。いい風が吹いているわ。奴らの移動速度は速いが、俺には追跡可能だ。え、ちょっと待ってってば。とどめよ。スピードアップ。待てよ。大スターだって予約を取るんだよ。君たち運が良かったね。とどめよ。どうかな。ところで足をひねらないようにしないと。突撃。現場操作なのだ。よし。ああ、危ない。ああ。
すり暴力じゃ何も解決できないけど。あ、僕だってでき、元気出して。言う通りにしますね。警戒は怠らないのよ。追跡開始。風の魔物の匂いが混じって。元気出して。よし、絶対許しません。承知した。鍵のようにここでしっかり支えます。普段通り釘を打てば大丈夫。みんなお腹すいた？うん、あ、普段通り釘を打てば大丈夫。みんなお腹すいた？もうちょっとこっちに持ってきて。ありがとう。力加減には気をつけ。大地の力。みんなお腹すいた？はい、助かった。表面筋電位追跡オートフィリングコーヒーだ。進め。追跡開始。しっかりしろ。一番目を引く。喧嘩は終わりか。ああ、疲れた疲れた。完了。進め。ドクター、ここっていい景色だね。どうかな。リンゴちゃん、今日もよろしくね。よし、ぬるぬる。風に獲物の匂いが混じって。射撃補助モジュール全開一等。私ならたくさんの敵を引きつけられる。みんなこっち来て。ごめん、怯えて。ええ、埋もれろ。こんなところで足をひねらないようにしないと。了解。ここですか？よろしくね。一番目を本気でいくよ。怖くはないわ。了解。
これを撃てば大丈夫。せっかくの束の間の平和を壊す者がいるなんて、実に残念です。みんな、助けに来たよ。ああ、そういうところだ。本気で行くよ。なるほど。大スターだって予約を取るんだよ。君たち、運が良かったね。了解。本気で行くよ。どうかな。行きます。メイシャルゴーフルクラッシャーのセルフイメージチェーニングハイライト。わあ、リンゴちゃん、今日もよろしくね。行くよ。しっかりしろ。オートキャルブレーション中よ。俺はここで待って。よしかった。わあ、リンゴちゃん、今日もよろしくね。命令をここの一社でお前の喉を貫く。本物のスペシャルボーフルスラッシャー。本気で行くよ。私から逃げられると思っている。
もよろしくね。ああ、みんなお腹すいた。はい、電気チャージ。元気出して。みんなお腹すいた。準備完了。警戒は怠らない。補充が飛び出る。現場操作なのだ。ここでいいや。フリーズなのだ。これが戦場というものね。敵を怖がらせることできるかな。痛くないのだ。ちょっとビリビリするだけなのだ。作戦は本物の戦場ではどんな撮影現場よりもインスピレーションが湧くな。この低体重の威力見せてやるのだ。え、怖くねえ。一度しか警告しないのだ。どうすりゃ、いざもっとやれ。見て、この低体重の威力見せてやるのだ。了解。承知した。私のここは怖かった。もう悪いことしちゃダメ。用意、無情の風よ。どうせ今はもっとやれ。この一射でお前の喉を貫く。私、あなたなんだから。傷も痛みも僕が消してあげるよ。よう、無情の敵です。こんな大規模な火災は上官と皆さんの努力なしでは消火できなかったと思います。